すぐに使える日本語会話超ミニフレーズ200。何それ、かわいいね。タイの猫の人形、かわいい人形でしょ。何それ、ライオン。え、わかんない、犬を描いたんだけどな。誰か人に聞けばよかった。完全に迷子になっちゃったよ。何それ、私のせいだって言うの。一体何それ、気持ち悪い。納豆っていう食べ物だよ。何それ、どうしたの。昨日やけどしちゃって。また電気代が上がるの。うん、給料は上がらないのに頭が痛いよ。もうすぐ受験なのに息子は毎日ゲームばかりしてて。それは頭が痛いですね。部長がこの資料を読んでおくようにって。え、全部英語。頭が痛くなりそう。こんな状態がしばらく続くのかと思うと頭が痛いよ。しょうがないよ。今後のことを考えると頭が痛いよ。そうですね。危なかった。遅刻するかと思ったよ。ギリギリ間に合ったね。ちょうど60点。あと1点で不合格だったよ。危なかったね。最後は危なかったね。うん、負けるかと思ったよ。危なかった。もう少しで車にひかれるとこだった。ちゃんと見ないと。さっき部長の悪口書いたメールを部長に送りそうになったよ。危なかったね。最後まで見てくれてありがとうございます。